クリフォード・ブラウンはアメリカのジャズトランペット奏者、ハードバップ記初期のプレイヤーであり、生前、ブラウニーの愛称で親しまれていた。録音作品でいえば、実質的には5年にも満たない、短い活動期間ながら、類いまれなる、優れた演奏を数多く残したことで、ジャズの歴史にその名を刻んでいる。彼の高度なテクニックと、豊かな音色は、チャーリー・パーカー。 ディジーガレスピーラ一流のミュージシャンから高い評価を受け、ハッツ・ナバロの再来とも呼ばれた。また当時のジャズ界に蔓延していた酒やドラッグには、一切手をつけず、貧困法制で誠実な人柄であったとも言われている。自動車事故の巻き添えにより25歳で急成。デラウェア州ウィルミントン生まれ。父が持っていたトランペットに興味を示し、12歳の頃から吹き始める。 1948年、デラウェア州立大数学専攻入学。1949年、メリーランド州立大音楽科専攻転校。学生バンドなどで演奏活動をしていた頃、ディジーガレスピーに出会い、本格的にジャズミュージシャンを目指すようになる。フィラデルフィアを拠点に活動していた頃、チャーリー・パーカーと共演。パーカーは、ブラウンの演奏に感銘を受け、アートブレイキーに、 クリフォードを推薦した。1953年、タッド・ダメロン楽団に参加。同年、JJ ・ジョンソンと共演。同年、アートブレイキーのサポートを得て、初のリーダーセッションを行う。同年、ライオネル・ハンプトン楽団のヨーロッパツアーに参加。1954年2月21日、ニューヨークのジャズクラブ、バードランドで、アートブレイキーを中心に行われた歴史的ライブに、 参加。この模様は、バードランドの夜というタイトルでレコード化された。また、同年マックス・ローチと共に、クリフォード・ブラウン・マックス・ローチクインテットを結成。54年にはこのグループでライブ録音を残している。1955年11月には、ソニー・ロリンズがメンバーとして加わる。1956年6月26日、リッチー・パウエルの妻、 ナンシーが運転する車いリッチーと共に便乗して、フィラデルフィアからシカゴに向かう途中、ペンシルベニアターンパイクで交通事故死、25歳。事故当夜は雨が降っており、ナンシーを含めた3名全員がこの事故で亡くなった。サックス奏者のベニー・ゴルソンは、ブラウンの死に激しいショックを受け、1957年に追悼曲として、アイリメンバー・クリフォードを作曲した。 この曲は、ジョン・ヘンドリックスによって、歌詞をつけられ、ジャズスタンダードとなった。インストゥルメンタル版では、トランペット奏者のリー・モーガンによる演奏が著名である。他の共演者は、ルー・ドナルドソン、エルモ・ホープ、フィリー、ジョー・ジョーンズ、ジジ・グライス、チャーリー・ラウズ、ジョン・ルイス、ホレス・シルバー等、With J.J. ジ,ジ,ジョンソン With ルー、ドナルドソン With ジジ・グライス、チャーリー・ラウズ、エトセトラ、With a r ブレイキーウィズ、アンディルノー、ピエール・ミシロ、エトセトラ、ウィズ・ジジ・クライス・ウィズ・マックス・ローチ・ウィズ・ダイナ・ワシントン・ウィズ、クラーク・テリー、メイナード・ファーガソン、エトセトラ、ウィズ・サラ、ボーン・ウィズ・ストリングス・ウィズ・ヘレン・メリル・ウィズ・ハーブ・ゲラー、ケニー・ドリュー、エトセトラ、ウィズ・タッド・ダメロン・ウィズ・アート・ファーマー・ウィズ・ソニー・ロリンズ・ウィズ、ズ・ート・シムズ・ウィズ・マックス・ローチ・エ・マーシー -195J-1、には、 ジャズ評論家の小山則義によって発掘された。ありがとうございます。